住宅情報東京住まいナビ、スマナビ始まりました。今回も希少な物件情報をご紹介します。さあ、シードさん、はい、本日は超都心港区赤坂にやってきました。大使館の駐在員の方も暮らす高級住宅街ですね。そうですね、今回ご紹介するマンションももう芸能人の方などもたくさん住んでいらっしゃるということで、セキュリティがかなりしっかりしていますよ。さあ、今回ご紹介するのはこちらのタワーマンション、赤坂タワーレジデンストップオブザヒルのなんと40階部分、内装新規リフォーム住戸です。今回の最大の見どころは何といっても40階の高層階から見渡す眺望です。今日は天気がいいですからね。そう、世界遺産が見えるかもしれませんよ。楽しみです。こちらは東京メトロ千代田線赤坂駅徒歩4分の高台立地、また銀座線や南北線の溜池山王駅も徒歩6分という超都心立地です。しかもですね、もう赤坂の中でも一番高い立地にございますので、トップオブザヒルというマンション名になっております。では行きましょうか。はい、さあ、玄関扉を開けて入ってきました。もう内装新規フルリフォームですよ。すごくゴージャスな雰囲気ですね。もうなんといってもこちら側、この大容量のシューズインクローゼットがあります。こちらこの奥とあの奥も収納できますから、はい、たっぷり収納できますし、なんといってもおしゃれですよね。おしゃれにディスプレイできるというのが素晴らしいですね、そして正面にはニッチもありますので、これまたね、粋な演出をしていただいて、ホテルライクなエントランスホールに仕上げることができます。さらにこちらの扉を開けると広さに余裕のあるトイレです。手洗い付きでいいですね。そうですね、では進みましょうか。さあ、進んでこちらにですね、マスターベッドルームがあります。こちら眺めもすごく良くて開放感ありますね。大迫力ですよもう足元から天井までのハイサッシを採用しているおかげで、この迫力のある眺望が楽しめるわけですから。そして大きなウォークインクローゼットもございます。しかもドレッサーもついていますので、これは便利ですよね。そうなんですよ。そして再び廊下を進むと、こちらにも大きな収納力があり、その向かい側にね、3LDK の2部屋洋室が配置されておりまして、どちらのお部屋も富士山方面を向いております。そしてこちらに水回りが配置されておりまして、もうとにかく広さに余裕があります。はい、ツーボールタイプで使いやすいですし、収納力もたっぷりとありますね。はい、そしてお風呂はなんと TOTO の最上級バスシンラを採用しております。これはゆったりとくつろぎいただけます ね。広さに余裕もあり、落油機能ですとか照明も変えられますし、大きな浴室テレビもありますからね、バスタイムが充実します。そしていよいよこちらが LDK です。わー、やはりもうどのお部屋からもこの素晴らしい眺望が眺められるわけですね。これはやはり迫力がありますね。しかもバルコニーにも隣接するこのコーナーですので、より景色が広がって、いやー、迫力がすごいですね。そしてこの景色をより楽しめるように、天井高もありますから、この開放感素晴らしいですね。いや、これはなかなかないですね、この立地でこの高さでしか味わえない景色、しかも今日も晴天ですから、これだけ富士山がはっきりと見えるのもついてますね。そうですね、はい、これは良かったですね。非常にラッキーです。そしてバルコニーです。うわー、実際に出てみますと、いや、爽快ですね。素晴らしいですね。やはりね、室内からよりより、もう180度のこの大パノラマが直接味わえますから。あちら側の緑がすごいですね。すごいですね。あ、赤坂のね、御用地ですね。迎賓館も見えますし、そして何といっても最高なのは富士山ですよ。いや、この季節は特に美しいですね。そうですね、やはり
もうリビングの広さにも余裕がありますので、大きなソファーセットを置いてゆったりとくつろげる空間がいいですね。3箇所でくつろげるのがいいですよね。そう、いやこれはいいな。しかもこのキッチンスペースも広さに余裕があり、はい、ここからも富士山が、お、何度でも鳥肌が立つような光景、はい、さあこちらキッチンスペース もとにかく収納力もたっぷりとありまして、設備使用ももちろんね、ディスポーザーも搭載しております。食洗機ももちろんございますし、3口のコンロ、グリルともう新品ピカピカ交換されておりますので、気持ちよくお使いいただけます。さあいかがでしたか。赤坂タワーレジデンストップオブザヒルの内装リフォーム重工、富士山が見える眺望素晴らしいですね。こちら物件の価格や詳細は概要欄のリンクからご確認ください。それではお問い合わせお待ちしております。